はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、今回は折り曲げる問題を2問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安だったり分かんない問題があれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からですね、解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、ちょっと説明してるときに寄り道をするので、少し長くなると思います。だから、まあ、飛ばしてもらっても構わないですし、動画の方のね、再生速度を、まあ、1.25 とか 1.5 倍に変えて見てもらえたらと思います。じゃあ、まず1番から行きましょう。で、今回は冒頭でも話したように、折り返す問題ね、両方折ってるんですけど、この問題やっていきます。で、まず1番は、長方形を折りましたと。で、その時に DF、この斜めの部分だね、ここの面積じゃないや、長さを求めたいと。じゃ、ひとまずこれ X って置きましょうかね。で、今回覚えてほしいのは、もう、このね、折り方、長方形をこう折るやつと、正方形をこう折るやつは、すごくよく出てくるんです。この折る問題。の時に、例えば長方形、ここの三角形と、ここの三角形、絶対相似になります。いい、それ覚えちゃうと楽です。で、もちろんなんで相似なのかも説明するんで、まあ、その辺が寄り道になるんですけど、いいかい？で、対応する場所なんですけど、角度としては、ここと、ここが同じです。で、ここはね、もともと長方形で90度だから同じでしょ？つまり2組の角度同じになるから、相似だよっていう。いいかな？こことここね。こことここじゃないからね。で、見た感じ、この図で見るとさ、こことここが相似には見にくいんですよね。いや、ほんとかよみたいな感じがすると思うので、普段あんまりやらないんですけど、ちょっと紙でちょっと折ってきました。見にくくてごめんね。一応長方形の紙がありますと。で、こう折り曲げてる。今この状態ね、問題としてはいいかな。で、その時にこの左下のピンクのとこね、のとこの三角形とこの緑の三角形が相似やと。で、この部分切り取ってきました。切り取ってからね、こうあると。で、ちょっと戻しますね。こいつとこれ、こうやって持ってくるじゃないですか。ここが対応するんで、こっち向きにするとまあ、こんな感じ。まあ、パッと見あんまわかんないですけど、でも斜めの線は平行になってみたでしょ？なってそうでしょ？だから、こいつ相似になるんです。ここの尖った部分、ここの二つが対応するんではなくて、この左上とこうね、相似の対応としては、っていう風になりますので、いいかな。で、これは暗記しちゃってください。この折り方をした時に、この三角形、ここ相似だよねって。もちろん、相似の証明の問題だったらね、書かなきゃいけないんであれなんですけど、こういう計算だったら、覚えてしまえば、比の計算で終わるからね。じゃ、まず1番の答え先にやっちゃいます。で、その後になんで相似かっていうのを説明しますので、1番。で、どうやるかっていうと、で、折り曲げる問題、大事なのはもう1個です。今は相似の場所をね、覚えてほしいっていうのを話したんですが、もう1個は、折り曲げた前と後がどこが対応してるのっていうのが非常に大事。で、何が言いたいかっていうと、今、これ8センチ、8ですよね、長さ。ってことは、こっち側も8じゃないですか。で、ここ3使ってるんで、上は残り5ですよね。8から3引いて。で、大事なのは、ここが5だったら、ここも5なんです。長さ。なんでかっていうと、まぁ、ちょっと待って、紙出しましょうか。こう折った時の今、ここが5って今話をしました。このピンクの部分と、戻した時のここって同じですよね。戻す前と、あ、ごめん、折った前と、折る前か。折る前と折った後の場所が対応してるから、当然同じ長さは5になりますよっていう。で、これが大事。今回は角度は使わないんで別にね、そこはいらないんですけど、角度の問題とかだったら、ここの角度とここの角度同じだよねって。折る前と折った後の場所、同じ場所だから角度同じになるんですけど、まぁ、ちょっと今回はね、使わないんで一応やめておきます。この尖ったこの2箇所も同じですね。折る前と折った後みたいな。いいかな？で、なんでこれをやったかっていうと、さっきもやったように、今 X 出したいんですよ。つまり、X と8は分かってる。これ2本にしようか、こっち。で、対応するところを確認すると、X はこの5ですよね。で、三角形、こういう向きになるから、8と4が対応します。これ場所間違えないよね。いいかな。で、あとはそれを比で計算するだけなので、まあ、こっちから書きましょうか。1本から先ね。これ X 対8。X 対8イコール5対4とね、なんか外外で計算すればいいから 4X イコール85。なぜ8って書いた
四十だね。ってことで、X。まあ、DF か。DF イコール、10と。これで終了となります。いいかな？だからその場所が掃除ってことを知っておけば、もう日だけで計算ができると。で、一応ね、なんで掃除かっていうのを説明します。で、これは、その問題は結構出てくるので、こう折りましたって、この三角形とこの三角形掃除なこと証明しなさいと。で、大切なのは、さっきやった、この90度はいいんですよね。両方とももともと長方形だから、この角度は90度で同じですと。で、あとはこの丸の部分が同じってところを言いたいんですけど、注目するのはこいつです。ここの角度。ちょ、三角と置きますね。まあ、角 BFE ですわ。で、あの部分なんですけど、例えば、こっち側。この丸ね。ここっていうのは三角形の中で考えたときに、三角形って180度ですよね。全部内角足したら。で、今、90度使ってるから、あと90残ってるじゃないですか。こいつの分を除けば。90度。つまり、この丸っていうのは、残った90度から三角を引いたものっていう風に考えられます。本当はあれでは BFE って書いてね。ちょっとめんどくさいのも三角にしてますけど。この丸の部分は90度から三角を引いたものですよって置ける。で、こっちです。今ですね、ここの角度って90度なんですよ。なぜかっていうと、折る前がここだから。当然、折った後のこの場所も90度になりますと。じゃあ、丸の部分考えたときに、ここってもともと全部で180度ですよね。こう一直線、直線上に乗ってるから。180度から90は使いましたと。で、残り90度です。90度から三角を引いたらこの丸残りますよね。こうやって。ってことは、この丸も90度引く、90引く三角って同じ風に置くことができたので、あ、この二つ同じですよね。じゃあ、二組の角度揃ったんで掃除ですよねっていう。もちろんもっと丁寧に書かなきゃいけないんだよ。いけないんですけど、流れとしてはこうやって証明します。掃除としてはね。っていうのもよく出てくるので、まあ、頭の片隅にでも置いといてください。いいかな？で、次が正方形です。正方形ね。まあ、一辺の長さが9の正方形折り返しました。で、HI ですね。ここの長さ出したいんですけど、これちょっとめんどくさいです。1番に比べると。で、この2番で、ちょっと割っておきますね、ここ。2番で、覚えてほしいことは、今さっきやったのはこことここが掃除でしょ？で、これも、こことここ掃除になります。いい？ここと掃除になると。で、対応する角度はさっきと同じです。ここが丸だったら、ここが丸です。この三角形をくるっとちょっと半回転というか90度回転さして掃除に合わせてください。で、掃除の証明の仕方はこれと同じです。全く。上とね。で、もう一個です。この三角形と、この三角形と、この三角形、ちょっと右に出てるちっちゃいやつね。あいつも全部掃除になります。三つ。これが大事。ここではね。対応する角度としては、ここも×書いておこうか。ただ丸×だったら、ここ×ですよね。で、最後ちょっと気をつけるのは、こいつはこっちが×です。いい。だから下が丸ね。ちょっと見にくくなっちゃうけど、ここが。で、なんでかっていうと、こっちは簡単で、ここの掃除の証明は上と同じだとします。で、こことここの掃除の証明は、もともと90度。で、ここも90度なんでね。折る前がここだからさ。で、あとは×のとこは対頂角なんで。で、角度同じだから、こいつとこいつは掃除ですよ、と。こいつが掃除で、こいつが掃除なんだから全部掃除ですよね、っていう風になります。だからこれも覚えておくと楽です。いいかな？じゃあ、HI を出したいと。で、ここの長ささ、2個出てるんで、もう、で、言ってしまえばここも出せるんですよ、すぐ。これ4なんですけど。で、なんでかっていうと、ここ5ですよね。折る前はここです。これ戻してきた。これこっちの紙作ってないんでごめんなんだけど。戻すとここが5なんで、9から、全部9だからね、長さ。9から5を引いて4が残ると。だから、この三角形長さ3つ出てるんで、もし、ここの三角形の辺の長さが1個、Y ともう1個ね、もう1個出てくれれば、さっきと同じように比で倒せるんです、すぐ。でも、それが出てないんですよ。だからそれを出しに行かなきゃいけない。そこはちょっとめんどくさいのね。で、そのために、じゃあこっちを出していきます。こうやってね、3つの3箇所ありますけど。で、まあ、どっから出してもいいとは思うんですけど、まあ、個人的にはここを出すといいかなと思います。で、なんでかっていうと、今、
D から H まで、ここ一辺は元々のここです。折る前が。だから、ここ EH、書いておこうか。入ってる？入ってない。ごめん。下に行くか。EH は9なんですよ。ここの長さ。もともとここだからね。だから9から EG を求めれば、それ引けばさ、GH が残ると。だから EG 出しに行こっかなと。まずね。で、そのために、ここが3センチなの、3なんで、ここ6ですよね。全部9だからさ。だから、ここ、どうしようかな。まあ、ここはいいか。EG で置こうか。EG と6を求めたいので、EG 対6。ここね。ここ対6です。を使うと、こっちの三角形に合わせると、EG は斜め、斜辺の部分なんで5です。5対、気をつけるのが6の部分はこっちね。4の方。だから5対4。で、これ求めると、なんか外外でやると、まあ、いっか。普通に 4EG イコール30。で、EG イコール、4で割るから4分の30で、約分すると2分の15とこうなります。2分の15ね。だから、EG、この部分が2分の15なんで、9から2分の15引けば GH が出ると。いいね。つまり、GH は9引く2分の15だよって。で、これは通分します。9は2分の18です。もともと1分の9だからね、こいつ。1分の9を両方2倍して2分の18。だから引き算すると、2分の3になります。だからここがね、ちっちゃいけど、この部分が2分の3と出ました。じゃあ、ここも2つね、まあ、Y が1個入ってるけど、セットで出てきたので、あとはそこ求めましょうと。Y 対2分の3。ここね。Y 対2分の3イコール。で、気をつけるのは、Y がこの三角形のいくつに対応してるかを気をつけます。まあ、もちろんこっちでやってもいいんですけど、どうしようか、どっちのが、まあ、こっちの方が分かりやすいかな。じゃあ、こっちでいこうか。Y の部分は6と対応してます。今、丸がね、ここに丸がいるから、丸から90度の部分の辺が Y なんです。丸から90度ってここでしょ？だから6ね。で、6対 GH はここ。この部分はここに対、ごめん、こっちだ。ここに対応してるから、あ、そっち行ったらダメか。あ、ごめん。こっちじゃいけねえや。あ、いけんのかな？俺が間違った。いけないこともないけど、まあ、こっちに持ってくるね。ごめん。これもう一回戻ります。失礼しました。丸から90度の部分なんで、こっちだと丸から90度だから、ここね。だから、4対、2分の3こっちだから、バツから四角のところ、バツからここか。長さ3だね。3でこうなります。ごめんね、ちょっとあちこち行っちゃいましたけど。で、これを中外外でやると、3y イコール、かけると6か。なので、y。y がいつ ?hi だっけ？つまり、hi イコール2と。なって、これで終了となります。これ多分ね、今ちょっとテンパしちゃってるんだけど、ここで普通に出せると思う。出せると思うんだけど、ごめんね、もうこっちに飛んじゃったわ。申し訳ない。ひとまずね。まあ、で、今回伝えたかったことは、この長方形の折り方したときは、まあ、ここが相似になります。ここね。で、相似の対応する場所に気をつけてください。で、相似の証明に関しては、ちょっとね、簡単な説明になっちゃいましたけど、こういう仕組みで解くことができるので、まあ、そこも理解したければ、ぜひね、覚えてください。で、正方形に関しては、こう、右にはみ出たり、まあ、折り方が若干変わるときもありますけど、なったときは、ここが相似で、こいつもセットで3つ相似になりますので、ぜひね、これを覚えて、こうやって折る問題やってもらえたらと思います。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっと2番ね、詰まっちゃって申し訳なかったんですが、折り返す問題は本当苦手な子が多いです。多いんですけど、割とこのぐらいの知っておくと解けるよっていう問題も結構ね、定期テスト出てきますので、ぜひね、苦手な方もこれでちょっと解けるっていう風になってくれると嬉しいです。では、また次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。